皆さんこんにちは。楽しいことを仕事にして自分のペースで働くレタグラフィーチャンネル、日本レタグラフィー協会事務局スタッフの吉岡さみです。本日はですね、この兵庫県で活動されております南波ゆか先生をゲストにお迎えしてお話を伺ってまいりたいと思います。ゆか先生よろしくお願いします。ゆか先生は、うん、レッスンはご自宅ではされてないんですよね。そうなんです。私ちょっと、うん、ご自宅でもてなす、迎え入れておもてなししながらっていうのは、うん、私の中ですごいハードルが高くて、なんかそんな感じ全然しないですけどね。なんですよね、苦手で、うん、なので、うん、もう外でやろうと思って、阪急西宮北口の駅の近くに、うん、余興室を月3回なんですけど、はい、固定で借りていて、はい、でそこでのレッスン、うん、もしくは、うん、出張レッスン、出張レッスンっていう形でやりたいなと思ってます。うん、なるほど。そう、なんか私出張レッスンはまだ去年、うん、やりだしたんですけど、うん、ずっと気になってたんですよね、はい、その出張レッスンっていうか、やりたくてもできない人がたくさんいるんじゃないかなと思って、うん、はい、レタグラフィーでもその、うん、もっとやりたいのに、うん、お子さんがちっちゃいからできないとか、うん、介護の方がいて、そのちょっとの時間しか、ね、家というか自分の時間が取れないとか、はい、そういう方たくさんいるんじゃないかなと思って、その方たちも、うん、レタグラフィー楽しいので、うん、楽しんでもらえたらいいかなと思って。もうなんか自分が習い事に行くとなると、うんうんうん、その習い事の場所までの往復の移動の時間と、うん、その準備支度の時間がどうしても発生してしまいますからね。 そうなんですね。それを思って、はい、でレタグラフィーって習ったら、はい、家で一人でできるじゃないですか、はいはい、ね、うんうん、その書くこととか、はい、自分でできるし、うん、その書いてると、うん、やっぱすごい集中できるんですよね。あ、わかります。わーって集中して、うん、なんていうかな、家にいながら気分転換できる、うん、何かこう、なんて言うんでしょう、うん、こう何かをやりながら、うん、他のことってついつい私も考えがちなんですよね、うん、なんかこうヨガとかしてて、うん、ポーズ取りながら、うん、あ、今日の夕飯ってとかなっちゃうんですけど、うん、なんかわかります。でもレタグラフィーで、うん、こう真剣に書いてる時って、うん、もうそのことしか考えられないから、うん、めっちゃ集中できますよね。本当にあっという間に時間が経つので、うん、はい、それも、うん、家にいながらちょっとの時間で自分の中でのリフレッシュにも使ってもらえるんじゃないかなっていうのもあって、はい、なるほど、出張してレッスンできたらどうかなと思って去年、うんうんうん、去年から出張レッスンを実際に動き出して、はい、あ、そうなんですね。そうなんです。募集とか、はい、こんなやってますっていうのだけやってるんですけど、はい、そうなんです。で実際にね、お一人なんですけど、はい、出張レッスンしたんですけれども、うん、どんな方だったんですか。その方はお子さん3人いらっしゃるんですけど、うん、一番下の子がまだ未就園児の方で、はいはい、上のお子さんは幼稚園と小学校に行かれてるんですけど、うん、はい、まあ、そのお子さんがいらっしゃるので、うん、お家でやってみませんか、うんうん、最初ね、体験だけは来ていただいたんですけど、はい、うん、ね、ちょっと遠いのでって感じだったんですけど、うん、私の範疇ですみたいなどこですかって聞いて、うん、で私車で50キロ圏内やったら行こう。50キロ、そう、結構ありません、まあ、に1時間半ぐらい車で、はいはい、でもそれぐらいやったら私の中で行けるなと思ってたので、はい、ちょうど48キロやったんですよ行けますよって言って、で、まあ、お伺いすることになって、はい、そしたら実際にその、うん、レッスンを出張レッスンしてみたら、うん、まあ、リビングでさせてもらったんですけど、はいはい、お子さんはもういつもの家の状態なので、うんうん、本当にリラックスして、うん、YouTube 見たり、あ、まあ、たまにママが来るけど、うん、別にそれ来てもらっても、うん、全然お一人のレッスンだし、はい、ご自宅なので、うんうん、全然ママ頭に来たら、うんうん、ちょっとね、どうぞ、ちょっと甘える時間もいるかなと思って、うんうん、じゃあ休憩みたいな感じにしたりとか、はいはい、そうしながら、うん、本当にお子さんもお子さんらしくしてもらえるし、はい、うん、ママもその自分でちょっと中断して周りの人に気遣ったりとか、確かにそういうのも感じてもらえずに、うん、もらうことなく、うん、
楽しんでもらえるんじゃないかなと思って、はいはい、お子様連れです、うんうん、OK っていうね、うん、してるあの自宅サロンとか、ね、お稽古サロンってあるんですけど、うんうん、結局そうなんか自分の子供を連れてレッスンに行ったとしても、うんうん、そこでなんかちょっとワーキャーってなっちゃうと、うんうん、やっぱりそっちにね気使っちゃうから前の人に悪いかなと思っちゃったりっていう気遣いはいらない、うんうん、そうですよねかなと思ってます、うんね、自分のお家だったら、うんね、お子さんもその辺にね、うん、自分の好きなおもちゃがあるから、うん、でもお菓子あそこから食べてね食べるとか、はい、そういうのも自由だし、はい、でちゃんとこう目の届く位置にもいるし、うんはい、でまあ泣いたらあやしてもらったらいいし、うんうんはいはい、でだからその辺はあの普通に過ごしてもらいながらレッスンできたんじゃないかなと思ってて、なるほど、それもすごくやってみて、これ出張レッスンめっちゃいいじゃないですか。そうなんです、すごく私の中ではすごく、うん、あいいなと思って、はい、あのこれからもどんどんやっていきたいなとは思ってるんですけど、はい、うん、そうなんです、ぜひ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 で、そうなんです、そうするとゆか先生のお宅が尼崎なんですけど、尼崎から50キロ、だいたいこう明石から滋賀の草津ぐらいまでがこう50キロ圏内だと思うんですよ。だからそこから円こう大体の円描いてもらったら、まあまあな距離いけると思うんですよね、はい、出張レッスンってこうお互い知らない、うん、そうですね、方のお宅に伺うわけじゃないですか、うんうんうん、行かれたゆか先生もですけど、そうですね、こう招く側としても、ね、大丈夫かなみたいな、うんうん、ちょっと不安だったりとかしませんか、うん、します私も、まあ、あの全然知らない人、はい、初めましての人のところに行くのはやっぱり嫌だし、うん、相手の方ももちろん嫌だと思うんですね、うん、もうどんな人が来るのか全然わかんないのに、はい、来られたらすごく嫌だと思うので、私としてはその、うん、西宮北口の教室で一度体験レッスンなり、はい、認定講師の1回目レッスンを受けていただいて、うん、お互い知り合いになってからやりましょうってことにしてるんです。なるほど、はい、その方がお互いそうですよね、できると思うし、はい、で向こうの方が嫌だと思うんですよ、知らん人が家に来る方が。いやなんかこう何て言うんでしょう、講師側は自分のことをこうインスタなりブログで発信してるわけじゃないですか、だから私は自宅でレッスンしてますけど、私のことを知った上で生徒さんは家に来てくれてるからはいいかなと思うんですけど、こう自分家に来てもらうとなると、生徒さんはゆかさんのことを知って申し込んでるわけだけど、ゆかさんは知らないお宅に行くわけだから、 それはちょっとどうなのかなって思ったんですよね。そうですよね、そうなんです、そう、なんか私もそれはちょっと不安あるので、うん、一回会って、うんうん、まあ、もちろんその相性とかもあると思うし、はい、うんうん、その辺であのお互いに、あ、行けますねみたいな私たち行けますねってなってからじゃあ出張しましょうって形になるんですけど、それは安心ですね、うん、そうですね、そうしないとちょっと不安、うんうんうん、でそれはあのクリアにしてからやりたいなと思ってるので、それはもう絶対必須です、うん、そのね、こうお互いこう信頼関係というか、うんはい、こう一度でも会ってるとやっぱりね、こう人となりと分かるじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、それはいいですね。そうなんです、まあね、体験とかの 2,3 時間でもね、うん、ちょっとお話ししながら、はい、することで、うんうん、ちょっとお互いに、うん、もう次行った時はね、もう知ってるって形になるので、はいはい、うんうん、そうですね、そこで、まあ、相性とかも測ってもらえたかなと思って、はい、そうしてます、はい、うん、出張ですね、本当いい、うん、いいですか、いい、そうで、まあ、今お子さんだけの話してますけど、はい、うん、そのなんていうのかな、今の時代だと介護、うん、ご自宅で、ね、あの、はい、されてる方もたくさんいらっしゃると思うんですよね、うん、でお子さんよりも特に介護の方の方が、うん、あのちょっと家族の方がデイサービスに行かれてる何時間とかしか動けないとか、はい、そういうのあると思うんですけど、うん、はい、まあ、そういう時に利用して、あの出張レッスンを利用してもらえば、うん、その移動時間なく、はい、あのお約束の時間に私が行って、はい、まあ、3時間なら3時間して私が帰るって形なので、うん、その方はあの負担なく、確かに、あの、うん、ただ単にそのレッスンを楽しんでいただけるんじゃないかなと思って、うん、なんか
お子さん、小さなお子様とか、うん、あと、まあ、介護とかで自由にパッと動けないわって方向けにどうかなと思って、うん、今力入れたいなと思ってるんですよね。あとこうちょっとご自身が体が不自由な方とか、うん、でちょっと足が不自由 で、ね、電車に乗って出かけるのが大変っていう方とかも、うんうん、もちろんそうですよね、ね、絶対いいですよね。そうなんですよね、うん、そうです、そうです、うん、もちろんそうですよね。そんな方ももう全然だから例えばその体験レッスンもなんですけどね、うん、さて出にくい方ってやっぱいらっしゃると思うんです、うん、だから西北までも行かれへんわっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、その時は、うん、私はそのご自宅の近くで、うん、例えば喫茶店なりカフェなり、はい、まあ、どっかスペースを一回借りてもらって、はい、でそこで一回顔合わせでもいいかなと思って。なるほど、るんです、ね、はいはい、でそこで一回その体験レッスンなりをしてもらって、うんうんうん、まあ、その日はねちょっと出てもらうってこともあるけど、できるだけ近くまで、はい、でそこで、うんうん、まあ、その場所を借りていただくのはちょっとご負担になるんですけど、そういう形で寄り添えたらなとは思ってるんですけど、でも出張レッスンって本当やってる先生、ほとんどいらっしゃらないと思うので、ぜひ、なんかこれを機会に、はい、なんか全国の先生に出張レッスンという選択肢を、今までこう対面かオンラインかっていう、ほぼ二択だったと思うんですよね。オンラインがこれまた苦手なんですよね。なるほど、オンラインはやってない。やってない。できれば、まあ、今でもこうやってすぐ浅見さんの方見ちゃうんですけど、こうカメラに向かって喋るっていうのがちょっと苦手でそうだから、こうずっとこう喋るわけでしょ、こう。そうですね、それがちょっと苦手なので。なるほど、なのでできれば対面、まあ、対面、うん、じゃあライト・オブ・エターナル、そのために私は行きましたことで、ゆか先生のライト・オブ・エターナルのレッスンは、うん、対面、もしくは出張での対面、対面、はい、あくまでも対面でお願いしたいそう、そうなんです、いいと思います、うん、はい、お願いします。じゃじゃん、じゃじゃん、最初の、あ、2回目のめっちゃすごい、これカレンダー、そう、カレンダー、そう2回言うみたいな、はい、どうぞお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。デザグラフィー協会では全国の認定講師の先生が体験レッスンを随時開催しております。協会のホームページから体験会一覧がございますので、ぜひそちらご覧いただきまして体験会にご参加ください。はい、概要欄チェックしてください。はい、よろしくお願いします。